始まりました。超人たちの超人たちによる競技、ローション床棒高跳び。まずは放送席からご紹介いたします。実況はローション競技の実況超人こと清野茂樹さんです。本日もよろしくお願いします。そして今回の競技の祭典はローション棒高跳び連盟理事長光浦靖子さん。よろしくお願いします。世界ローションアムステルダム大会床運動の部銀メダリストの黒沢和子さん。ああ、そうなんだ。そしてストックペペは常時2、3本東洋のローションこと大久保佳代子さん。どうも、東洋のローションです。陸上競技の超人たちが集まる棒高跳び。今回はローションまみれの床を舞台にその様子を天井カメラで撮影、いかに美しく飛べるかを競います。採点方法は審査員1人10点満点で採点。果たして優勝の栄冠を手にするのは。それでは出場選手紹介。それではまずはご紹介しましょう。前年度ドーピング疑惑のため出場を停止、心機一転徳島のおばあちゃんの名前を付けた棒で挑みます。阿波のバッタの身を持つ小林ひろみ。育ちの悪さとテクサの悪さが永遠に現れる雑なジャンプを減らせば世界も目指せる逸材、足立区の大足大型選手松岡麗。続いてバンコク大会では3位に入賞するも表彰台から滑り落ちるという失態を披露、ゲスフライの意味を持つ吉澤祐希。続いて口癖は今日も明日も撮影会、人望のないジャンプで表彰台を狙います、白藤優花。やっぱりちょっとほんわかとした貧乏感が、ね、昨年の世界ローションでは特技ジロリアンからのローションマシマシで初の金メダルを獲得、今大会も記録が期待されます。ほんでピーチ姫こと桃乃木ピーチマーク。続いてメキシコの英雄ミル・マスカラスに憧れプロレスラーとは知らず間違ってこの世界に入ってきました、ゆらゆらスカイハイの異名を持つカノーユラ。ワンピース。続きましてジャンプとくびれの美しさには定評があります、ヒギイスラマバードで世界を取るか床に舞うクワバタオハラ藤井マリー。はい、いいね。大技モコロールでバーを巻き込む大ジャンプを決められるのか、よく言えば天女の異名を持つ桜モコ。続きまして初代エビスマスカッツの遺伝子を受け継ぐ生き証人、初代イズム木島愛理。参加ですねこれ、うん、そして最後は世界で三上以前と三上以後と言われるほど三上岩の登場で競技がガラリと変わるほどの技を持ち込んだローションのカリスマ三上岩。以上10名によります。ちょっと待ってくださいよ。お願いします。モグラエントリーされてないですか川上さん。エントリーやりたいの？やりたい、やりたいです。やりたいですか？やりたいです。わかりました。1万5000円払ってじゃあ参加ということで。高いし参加してください。空飛ぶモグラ川上は1万5000円払っての参加、この中で頂点に立つのは誰だ。さあそれではまずはじめは1人目小林ひろみの登場を迎えました。やってやりますわ。見してありますわ。どうぞどうぞ、やってください。あんまり絡まないでください。さあそれでは小林ひろみスタートラインに立ちました。いきます。はい、さあ拍手を要求します。小林、小林行け。全体動きと同じ動き、まずは助走をつけて
ート綺麗でしたね。ね、綺麗でした。さあどうでしょう、黒沢さん、今の動きというのをご覧になって。いや、もう素晴らしいですね。なんかシュッてこう、飛んでからまた帰りが戻りがすごかったですよね。どうだ三鷹新人、お願いにします。新メンバーにまた見せるんだ。新メンバーこれですよ。これですよ。マスカッツ憧れるでしょ。これだよ。おまさに水だよ。さあ三浦さん、ここでまず勢いよく飛び上がりましたね。一回天まで登ってからの下りの美しさですね。でこっからさん、前方回転でしたね、最後ね。3回転は行ってますね。これは高得点ですよ。見たか、くるくる最後の、見た。あれがヒゲのアウトタイムじゃ。ヒゲのヒゲのアウトタイム言った後に首かしげるの何ですか。もう一回聞いといて。黒沢さんからお願いいたします。8点。そして大久保さん8.5。そして三浦さん9.5。と集計しますと小林宏美26点。これはなかなか抜けないですね。確かに、これは抜けない。続いて足立区のおばし松岡。今日は本当にすいません、セクシーでごめんなさい。全然背中の肉がすごいですよ。今日あの足立の安室ちゃんって言われてるんで。誰が安室ちゃんヘアなんで今日やってやりますよ。安室ちゃんヘア。そうですか。安室ちゃん謝ってください。本当に私は諸葛孔明かと思いました。諸葛孔明。あの髪型ですか、ね。諸葛孔明の髪型。さあそれでは松岡凛の演技に参りましょう。スタンバイお願いします。ご機嫌ですね。でもすごいですね。すごいですね。楽しんでますね。ボタシインザパーク。ストップだ。ちょっと待って、シーズンインザサンじゃない、チューブ。バカすごいじゃないですか。バカにも程がある。アムロちゃんのウォークインザパークじゃなくチューブですね。チューブですよ。チューブ歌ってます。それではいよいよ2番手松岡凛の演技です。9.8。それでは大久保さん8.5。8.5。そして三浦さん8.5。8.5。さあ5ポイントが出ましたが 26.8。 ちょっとサビを聞かせます。さしさしださん。違うんですよ。歌詞が違うんですよね。シーザーインザサンって言ってた。シーザーさんってチューブですな。何の歌だその。木島さんの顔見てみ。困惑ですよ。もうこうやってやるんだよ。違いますよ。こなかよかったっていう顔ですね。あ、大丈夫です。そうさ、みんざしんださ。困らせないで。さすが、もう困らせないで。次はゲスフライ吉澤。なんだよ。いやいや、こっちのセリフだよ。そっち側から言ってきたんでしょうよ。お前が来るからな。なんだよ。モスコ、前か。お前モスコ、私のこと。お前
な、みんな、やんなさいよ。やっぱ床のコンディション大事なんで。うん、そうね。誰、人一番厳しいですからね、やっぱりね。そうそう、ローション姉さんね。この人ローションには詳しいからね。マスター。説明してあげてんだよ。繋いでやってんだよ、お前がマイケル間。この人、職人だから。ちょっと新メンバーにやめてください。新メンバーにローションかけない。嫌な顔してんじゃねえぞ俺。なんてガラが悪いんでしょ。やめてください。やから、時間切れになりますよ、ね、早くやらないと。どうすか。やめて、早くやれ。さあ、それでは吉澤由紀の演技が始まります。はい、さあ、まずはお、いい女装、女装をつけます。いいやんちゃな女装です。全身を使う、声すげえな。全身をかきむしるような女装です。取った、ここからさあ飛び上がるか。これはまっさきすぎる。あー、死んでない。いいですよ。バーを持って、大久保さん、この後なんですけど、思いのがけない方向に行きましたよね。これちょっと注意ですよ。あの新メンバーもね、意図的に狙ってますからね。そして頭からどうすか、これどうすか、うん、どうすかを話してますから。じゃあ話してっか、今減点すんぞお前。いや、そせどうすかの結果を数値化していただきましょう、はい、まずは黒沢さん6.5。そして大久保さん8.0。そして三浦さん8.5ときました。さあ、それでは合計得点は23点。マジっすか。思いのほか伸びなかった。飛んでピーチ姫マモノギ。続いては桃の木かなの演技です。来ました、桃木ちゃん。大丈夫かな、前回もローション多すぎて失敗したのに。今日は、油増し増しでいきたいと思いますので。ラーメンの二郎系のね。どういうことでしょう。ジロリアンですからね、食べの大食いなんですよね、あ、見えてね。さあ、それでは準備よろしいでしょうか。参りましょう、桃の木かなの演技です。塩漬け2枚お願いします。何ですか。塩つけ麺。塩つけ。ラーメン、ラーメン押してきますね。そうですね。なんででしょうね。CM でも狙ってるんですか、ね。ラーメンのことしか言わない。あ、でも一番今までの、ね、上手ですよ。上手ですね。走ってますね。これは上から見ると大量のローションが功を奏したんでしょうか。非常に滑らかに動いています。いいですね。はい。なんかどこからでも。あ、トッピングですか。あ、じゃあ野菜少なめ、ニンニク油もしもしでいきます。お願いします。まだ二郎を押してきます。ラーメン屋設定がずっと進んでますね。なんででしょう。ねえ、マシでお願いします。いただきます。いただきます。うわー、うわー、きれいきれいきれい。そこで切れ、そこで切れよ、切ろ。うわー、お疲れ様でした。横回転を加えながら、これは驚きです。上の頂点のところは素晴らしかったですね。そうなんですよね。ポイント、終始ラーメンのことなんか言ってる意味が全く分かんなかったんですよね。確かにそうですね。リプレイを見ましょうか。三浦さん、はい、これ新しい飛び方ですよね。いや、これはね、素晴らしいですよ。あの飛びがうまかったですね。それで着地に向かっての降りじゃなくて、こう上がり方が美しかったですね。8.8 7.0。8.7。合計得点は24.5が出ました。あ、ふわばた、小原、藤井マリー、急ぎ目で頑張ります。急ぎ目で、おでした。すごい、宣言通り急ぎ
光浦さん早かったですよね。すごい早いですよ、はい、ここはすぎーギリギリにいってますからね、それでは採点を発表していただきましょう、はい、9.3 8.8 8.6 暫定2位ということで 26.7 ポイントです。すごいスピード、ナイススピード、スピード、うん、頑張ります。続く白藤はジャンプまでに時間がかかりすぎ 20.5 と得点が伸びず、カノは着地で痛恨のミスを犯し23点、さくらもこはジャンプの勢いがなくここまでの最低点 15.3 と振るわず、現在の順位はご覧の通り、残るは3人、ここから波乱の展開が待ち受ける。初代イズム木島、続いては注目の木島愛理の演技です。おお、いよいよ木島さん初ローション、初ローションなんですけど、どうですか、初代のマスカッツメンバーの皆さんの背中を見てきたので、うん、絶対にできると思います。あら、セクシーって見せ方分かってますね。なんか全部あの喋ってても後半なんかうっすらなんかトローンってなってくるんですけど、ちょっと感じちゃうんです。やめてくださいね、ローションで感じる。ローション今高飛びやるんですよ、ローションの高飛び。なんかすごい。ローションはお好きなんですか。好きみたいですね。反応しちゃってるんですね、体が。ローションの量がすごいですもんね。キヨさん、いやもう本当にあの早くもこの時点でですね、何かこう漂ってるものがありますよね。なんかさ、飲んでないですか普通に。もちろん。ローション知らなかったでしょ普通に。マドのパパが何か言って。がエロいわけないでしょ。注目の木島愛理。あらエロい。これはちょっと、これは期待ですね。スカッツにもういい武器入ってますね。芸術性も期待したいですね。すでにローションで芸術的大タコを放っています。指先まで神経を光らせています。表現力がすごい。すでにこの時点でかなりの高得点か。さあそれでは木島愛理の演技です。あ、ちょっと目を張ってください。頑張れ、ここ進めるか。てください。さあちょっと、ね、スタートしました。ちょ声がね、なんて言ってます。すごいですね、棒に向かって来て、棒に来て、さあ棒を股の間に挟んだまま、棒を挟んだ、新しい、新しい、股を広げます。それで新しい飛び方、ポールダンスも兼ねるのか。ここ。美しい熟練の前。熟練の技、ね、この棒を股に挟んだ力で上にジャンプ上がっていくんですもんね。憧れちゃうな。私も木島さんになりたい。急激に憧れがね。ファンデーション何使ってんだろう。あら。え、木島さんってファンデーション何使われてるんですか。いいよ、セブス、セブス何使ってます。いや、コンシーラーで塗ってます。いいよ、シャメルうっせえか。薄いやつです。プチプラ、薄いやつ、薄いやつ売ってるやつだ。薄いやつだ、プチ。では参りましょう、黒沢さんお願いします。 9.9 9.9 出ました。さあ続いて大久保さん 9.0 9.0 そして最後は光浦さん 9.9 9.9 これはハイスコアだ。いやー、これは
ハイスコアが。ちょっと待ってください。前回チャンピオンですけど。そうだ、チャンピオン。そうでしたね。いや、覚えてます。私が勝つんで、この後。絶対王者、三上。あのお客さん今日疲れてました。一応やってもらいます、お客さん役声だけ。お客さん今日疲れてますか。そうですね、割と疲れてますね。じゃあローションたっぷり塗っていきますね。あ、私に塗っていきます。最初お願いします。最初ちょんとやっただけ。ちょっとね、過剰じゃないですか。敏感すぎません、ね、ちょっと心配大丈夫ですか。すっごい敏感、アレルギーの人もね。じゃあ後ろも塗っていきますね、うん、後ろも塗っていく、うん、全身性感帯なんでしょうね。そんなにそうじゃないんですか。そんなに気持ちいいんですか。ローションってね、経験ないから分かんないですけど、言ってみようぜ。あんなになるんだったらちょっともらって帰ろうかな。何してるんですかこれ。ちょっと何してるんですか。ちょっと何してるんですか。ちょっとお客様の体に塗ってます。もう全身で塗ってあげるんだね。最後のジャンパーは三上岩の演技です。いきます。あ、いいですね。いきます。もだえますね。あ、来ましたよ。棒、あ、棒、あ、棒掴んだ、棒掴んだ。どうするか、どうするか。この掴み方もまたいいですか。はい。棒にかかってる。みんな使ってますね。っていうのがあるんですね。いや素晴らしいですよ。さすが前回チャンピオン。すごい綺麗ですよね。ここ綺麗ね。角度もバランスいいですね。ここから何かハプニングが起きるんですね。ちょっと後ろね。ここで紐がほどけます。ほどけたんですね。はい、うん、大慌てする、うん、はい。ほどけちゃった。ほどけちゃった。手ぶらでそのまま頭から打ちていくという。考え抜かれたこのジャンプでありました。それでは審査員の皆様に得点を発表していただきたいと思います、はい、まずは黒沢さん10点。10点満点が出ました。初めての満点。そして大久保さん10点。10点またもや満点。さあそして三浦さん10点。満点30点パーフェクト。この瞬間三上岩の優勝が決定いたしました。選手の木島さんのこの成長が今後楽しみですね、うん、もうあの熟女感の雰囲気はもうバッチリ持ってるんでね、うん、今後伸びてくると思います。いや素晴らしかった。彼女の演技にはいつもドラマがありますからね。なるほど。今回もドラマがありました。もう私興奮しちゃって、新メンバーの方もいたのでちょっとドキドキしてたんですけど、私の全部の力を出し切れましたし、あの新メンバーの方にもこの私の素晴らしいパフォーマンスを見せられたので良かったです。ありがとうございます。見せつけてやりました。そうですね、素晴らしい。三上優愛の優勝で幕を閉じることになりました。ありがとうございます。はい、ということで以上悪魔のローションユカボー高野美でした。ちょっと待ってくださいよ。え、次やりましたよね。やりました。
エントリーもう優勝決まったよ、うん、優勝とか言ってるけど優勝私だけやってないんですよあれモグラさんやってないよ確かにお金はモグラ入ってました出場者リストに入ってません入ってないんだよやる気がまんまなんですかねエントリー料4万8000円ですちょっと上がりました、ね、すいません大丈夫ですよ4万8000円払ったらできますよ、うん、やってほしいどうしますかどうしますこれの後ですか、うん、そうそうそうチャンピオンの後満点の後満点の後ですってことはやらないですありがとうございますありがとうございます